野党の国対委員長会談でまとめた2つの項目ですね。1つは臨時国会を開催すべしと、もう1つは米中審査、特に TPP の問題、それから内閣改造、さらに辺野古問題等々のことでやるべしということを申し入れたと。まあ、日程的に言うと今日しか空いてないというので、緊急に与野党国対委員長が会談が開かれました。その結果、今の内容をお伝えをして、で自民党の側から、与党の国対委員長の側から、閉中審査について、予算委員会については協議をして行うということが語られたということです。で、今日からちょうど予算委員会の筆頭理事である森山氏が入閣するということでありますから、実績の金田さんが与党の筆頭として立ち振る舞いを行うということで、今日民主党にも話し合いがあるんだと思うんです。その点では私たちの一つ目の要求は実ったということができると思います。ただ今日も佐藤国会対策委員長からもありましたが、この TPP の問題についてはまだ何も分かっていないと、概略が説明されただけで自分もよく分からないということを言ってましたから、そういう意味ではまだそういうことでですね、内容が分からんから答弁ができないみたいな、そういう逃げ方するんじゃなくて、きちんとそういう意味ではお互いに内容を掴んでやろうじゃないかということをあえて言わせていただきました。それからもう一つの臨時国会については、官邸とそれから幹部にも伝えるということを言明があったということです。すみません、はい、予算委員の具体的な日程については、それでね、私日程の方どうですかって聞いたんだけど、まあ、明日明後日すぐっていうわけにもね、その要するにその TPP の問題が一つの大きな焦点になってますから、それに伴う議論をする上でね、やっぱり広く土台があるでしょ。で、日本の経済やそして国民主権に関わる問題としての全体像がありますから、それをしっかり精査し、こう確かめる必要がありますよね。それはそれで必要だと。で、ともかくじゃあ明日明後日開けて言ってるわけじゃなくて、そういう意味でのきちんとした議論を行うということは必要かと思います。ですから日程その他についてはもう少し詰めてね、いきたいと思います。あと一応少しお話変わるんですけども、今日内閣改造行われまして、先ほど官房長官からも読み上げがありまして、顔ぶれをご覧になってどのように評価されましたでしょうか。あれですね、民意を無視する第二ステージとでも言いましょうか。つまりこれは公式の見解はね、うちの小池副委員長なり、それから山下支局長がやるんでしょうけど、私の見た感じでは、やはりこの間の暴走の中心であったその戦争法案、いわゆる安保法案ですね、これを実行した外務だとか、それから防衛だとか、さらに辺野古の建設を、沖縄県民の声を無視してやってきた菅さんが依然として残る、また消費税増税についても、担当大臣が残るというふうに、暴走二次計画みたいなもので、暴走を引き続き続けるという宣言であると同時に、その意味で民意無視の第二ステージに行くつもりかというふうに考えますが。すみません、先ほど時期、予算委員会の時期について質問したのに対して、与党は特にはっきり答えてなかったって意味ですか。まあ、っていうのはね、その今日お互いに、そのなんていうんですか、この TPP の概略概要って見ただけでしょ。であれでは何もわからんわね。大筋合意っていうんだけど、中身はどうなのかって、そういういわばレクチャーなんかも受けたりしながら、詰めていかなきゃならない問題ありますよね。でそれで質問したは秘密ですわって答えられちゃ困るわけで、そういう意味での一定の精査をする時間が必要だなという意味であって、やるという約束をしてるわけだから、
その辺について早ければ明日であればいい、明後日であればいいという意味ではないというだけです。向こうは特に何も時期について言われたことでいい？いや、時期について、まあ、時期についてはなるべく早くとは言ってましたけ ど、 あ、なるほど、うん、だからそれはなるべくというのはそういう間合いがいるでしょう。こう検討することと早くということと、その辺の兼ね合いがあると、それはあるんじゃない。あと、あのテーマについて野党が求めたのは TPP や辺野古などっていうふうに求めたのに対して、まあ、あちらの言い分としては今言ったように、TPP の問題が一つの大きな、軸となっているという感触でしょうね。私たちはそういう意味ではもちろんいろんな問題あるんですけどね、私の方で言うと戦争法の問題についての、ステージをねどうするかと。で、特にこの問題は私今日言ったんですけども、やっぱり衆参での強行採決によってね、分かったっていう人より少ないわけで、世論調査でもお宅の方でもそうだと思うんだけど、説明不足してるといったら圧倒的に多数じゃないです か、 だかそれに応えるっていうのが議会人としての役割だと、そういう意味から言いますとね、やっぱりその問題もあるし、戦争法の問題しかり、 TPP の問題しかり、そして辺野古っていう新しい動きしかりと、この辺は焦点になると私は考えますが、向こうはなんとなく念頭に置いてたのは TPP は、まあ、それは一つのね、そのちょうどなんていうんですか、発表されたということもあってですね、我々が TPP と言ってることもあるから、逆に言うと TPP はその我々もっとこういうふうに言うわけじゃないですか、うん、という関係だと思いますけど、はい、以上ですか。どうもありがとうございました。